光。光とは、基本的には、人間の目を刺激して、明るさを感じさせるものである。現代の自然科学の分野では、光を可視光線と異なった名称で呼ぶことも行われている。つまり、光は電磁波の一種と位置づけつつ説明されており、同分野では、光という言葉で、赤外線、紫外線まで含めて指していることも多い。光は、宗教や哲学、自然科学、物理などの考察の対象とされている。光は、様々な思想や宗教において、超越的存在者の属性を示すものとされた。古くから宗教に光は登場しており、より具体的には太陽と結びつけられることも多かった。古代エジプトの神、アメンラーなどは、その一例である太陽神も参照か。プラトンの有名な洞窟の比喩では、光の源である太陽と最高原理、善のイデアとを結びつけている。新プラトン主義では、光に強弱や濃淡があることから、世界の多様性を説明しようとしており、哲学と神秘主義が融合している。例えばプロティヌスは、一者、英知、ヌース、魂の三原理ら世界を説明し、一者は、それ自体把握され得ないものでありこうそのもの、英知、ヌースは、一者を映し出しているものであり、太陽であり、魂は、英知を受けて輝くもので月や星であるとし、光の比喩で世界の説明を論理化した。この新プラトン主義は、魔術、ヘルメス主義、グノーシス主義にまで影響を及ぼした、とも言われている。新約聖書ではイエスにより、私は世にいる間、世の光である、ヨハネ福音書 9:5 と語られる。またイエスは、弟子と群衆に対して、あなたたちは世の光である。地の塩、世の光と語る。ディオニュシオス・アレオパギテースにおいては、父なる神が光源であり、光がイエスであり、イエスは天上界のイデアを明かし、人々の魂を照らすのであり、光による証明が人に認識を与えるのだとされた。この思想は、キリスト教世界の思想に様々な形で影響を与えた。しばしば光イコール正義、闇イコール悪の二元対立として例えて語られた。グノーシス主義では、光と闇の二元的対立によって世界を説明した。仏教では、光は仏や菩薩などの知恵や慈悲を象徴するものとされる。光は波、波動としての性質と粒子としての性質を同時に合わせ持っている。口実。また光は光源や観測者の速度に関わらず、相対速度が変化しないという特徴を持つ。また、入射角度と反射角度は変わらないという特徴も持つ。光の速度を光速という。光は粒子なのか、それとも波なのか。この問題は20世紀前半まで大きな問題として科学者たちを大いに悩ませた。なぜなら、光が波であるとしなければ説明できない現象、例えば光の星、分光などと、光が粒子であるとしなければ説明できない現象、例えば光電効果などが存在していたからである。詳細は後日。この問題は20世紀に量子力学という分野が確立していく中で、ようやく解決することになった。不確定性原理によって生じた問題を説明するために1927年にニールス・ボアが相補性という念を提唱したことで解決した。一方を確定すると他方が不確定になるような二つの量というのは互いに補い合い合うことにより対象の完全な記述が得られるとする考え方である。光は粒子でもあり波でもある。粒子と波の両方の性質を合わせ持つ量子というものであるとされるようになり、光は粒子性と波動性を合わせ持つとも表現されるようになった。近年では、光の粒子性に重点を置く場合は、光子、波動性に重点を置く場合には、光波、光が粒子と波の二面性を持った量子である、という点に重点を置く場合は、光量子と呼ぶ。ニュートンによって、光は粒子だとする説が唱えられた、粒子説。アインシュタインは、光子の概念を提唱し、これは現在まで用いられている。粒子、量子としての光を、光子、光量子という。光子は電磁上の量子化によって現れる量子の一つで、電磁相互作用を媒介する。このため波長の短い X 線などにおいて、光の粒子性は特に顕著となる。光は波動として振る舞い反射、屈折、回折などの現象を起こす。ヤングの実験、1805年により、光の波動説として証明され、その後マクスウェルらにより光波は電磁波であることが示された。厳密には、マクスウェルの方程式で記述されるベクトル波であり、変項もつが、波動工学では簡略化のためにスカラー波として扱うことが多い。波動としての光を光波と呼ぶ。光には粒子性と波動性があり、屈折、全反射、干渉、ホログラフィ、回折、変項、LPL、CPL などの性質を示す。他にも次のような性質がある。主な物質との関係では、フォトニクスと呼ばれ大別して、フォト、光化学、光物理などの分子上理論と、アプト、光学などの放射上理論と呼び方が異なる。光物理機能としては光化学機能としては、光波機能に関わるものとしてはなどがある。なお、光が人間の目に入る直線経路は複数取り得ることを日月のピンホールを用いた実験によって、シャイネルが確認したシャイネル試験。堂本光一、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。